藤原常次は、平安時代初期から前期にかけての苦行。藤原北家、中納言、藤原葛のマロの名の男。官位は、十三位、三位。右京昇進、四季部大進等を経て、後任十四年十五位下、右昇弁に助任される。順乱座では、四季部昇優を務める傍ら、天長三年十五位上、天長五年生五位下と順調に昇進する。 天朝7年正月に業部所有に左遷されるが、8月には、倉人と頭に抜擢。天朝8年には、14位下、参議に除任され、苦行に列。また、犠牲官として、影湯長官、右大弁を兼ねた。なお、この間、礼儀下の返産にも携わっている。人志王朝に入ると、天朝10年十4以上に除せられ、翌朝は元年にはかつて父。 クズのマロも任ぜられた、検討大使に任じられる。不死二代続けて大使に任命されたことについて、唯一問のみと評された。しかし、上は三年、上は四年と二度にわたり、渡航に失敗、この間に、左大弁、多在言の措置に任じられ、正四位下に除せられている。上は五年三度目の渡航の際、それまでの渡航失敗により乗船であった第一戦が、 破損していたために、検討を祉し、小野高村の乗船する予定であった第二戦に乗り換えようとしたことから、高村と対立、高村は病気を理由に渡航を拒否してしまう。結局、三度目の渡航は成功するが、この渡航は悲惨を極め、その様子が同行した、縁人の日東愚法巡礼行記に記されている。翌場は六年常次は、長安で、 文章に排越した後、新たに、白木船を手配し、8月に帰国する。なお、これが実際に都会した最後の検討士となった。同年9月都会の牢により、13日に、少女されるが、翌場は7年4月23日に公居した。去年45、最終官位は3位左大弁十3位。若い頃より大学で学び、式や、感情を読みあさり。 文選を暗唱した。作文を好み、霊書が得意であった。生まれつき物事を見通して取り仕切る才覚があり、また、霊式にかなった虚素動作は、称賛に値した。検討大使を務めた際には、縁人の天台山留学のために奔走したことが知られる一方で、 福祉能の,の高村のみならず、地上戦時の友の有り人ら4名も乗船を拒否して、処罰を受けていること。さらには、帰国時にも渡航ルートをめぐって、順方岩の超新公明と対立して、公明の主張に敗れる、等ト,トラブルが続発しており、常次の判断能力や統率力の欠如を指摘する、見解もある。警告集に、監視作品が再録されている。中期のないものは、 六国史による、中期のないものは、尊卑文脈による、ありがとうございます。